はい、ニュージーランドのカナカからもう 2,3 週間ずっと競りのことを考えてきましたけども、はい、須田孝雄商店コラボで3頭、はい、ライジングサン単独の名義で2頭の、はい、計5頭を買いました。そうですね、あのライジングサン、まあ、去年もまあ最終的に5頭仕入れたんですけども、ここは今年はもうカラカで1頭、クラシックで4頭を常に、獲得することができて、まあそのうちね、スタータカワサンダルカワボーデン3頭として、うん、本当に今年のセリアはここまでうまくいっていいのかっていうぐらい大成功なシールだったかなと思って。とにかく安く買えた。はい、毎安く買えたってことは、まあ募集価格も抑えられるから、はい、まあ皆さんのためにもいいと思うんです。うんうんうん、で、今だから言いますけども、カラカで買ったオーシャンパーク、はい、あれは10万はビッドするつもりでいました、はい、素晴らしいボケだし、はい、カジノプリンスは7とかその辺かなと思って、まあそうですね、まあ、6、7で落とせたら最高だなっていうところ、さらにその下で5万で落ちた、はい、でダンディールは15をビッドするつもりでいましたんで、はい、むしろ拍子抜けするぐらいの、あれは本当にびっくりしましたね。だ多分ね、落ちた瞬間ね、普通こうやったーとかじゃなく、うん、俺の頭の上にクエスチョンマークが出てると思うんですよ。それあのカラカの時もありましたけど、リザー聞いてたリザーより全然低いけどいいのっていうような流れでした。なんか主だと思ったら、あ売ってくれるんですかみたいな感じだったんで、そうでしたね、あの、はい、競馬って難しいんで、我々これだけ一生懸命探しても、うん、結果的にデビューしてから馬走んないことってザラにあります。これは僕ら日本のセリやらせてもらってるのもザラにありますけど、やっぱり買う時点でこれは正しい買い物だということを頑張ってやるしかないので、そこはなんかやりきって、しかもちゃんと値段も金で解決もしなかったっていう自信はあります。あのあとスターターンのうちのね2頭も、あの須田さんも見ていただいたのでいかがでしたか。まず2万ドルで買えてしまったスターターンも、一応須田さんとしても全然スターターンいいなと思ってたもんですからね。めっちゃいい種馬だと思ってるんだけど、オーストラリア人種馬飽きんの早すぎんだろうと。でまして2万、男で2万でしょ。はい、いやそれはあれもタフなスプリンターとしてね、かなりやってくれると思ってて、もう超買い得な買い物で、まあ、もう一頭モーリスの牝馬も須田さん見てますけど、はい、見てますけど、あれはもうあの、まあ、須田孝雄でコラボ3頭もいるから、うん、4頭目とはつけなかったですけども、馬は全然、はい、もう残ってたら競ってましたもんね。あのあそうそう、だから昨日買えてなかったら当然あの馬競ってるんで、はい、あとちょっと売れ残ったら言ってっていう感じのレベルではあります、はい、ちょっと今回ねボバに偏ってしまって、ボバ4頭続いてたんで、まあ、最後に牝馬の、まあ、勝つモーリスで本当に欲しかった、ね、馬が買えたのは心配なのは、募集した時にメスが一番高い、うんうん、あとカジノプリンスが十分 お買い得なのにダンディールとの差が小さいので、買う側もうどれ買っていいのかっていうのが迷うと思うんですけど、そこはもう競りなんですよね。写真とか動画とかいろいろ見て本当に皆さんの好みに合うやつが、うんうん、もう迷ってたら両方行くか、はい、無理な範囲で。最近あの売り切れ早いケースがあるんで、さすがに今回4頭仕入れたんで、うん、まあ、分散して皆さんちょっと選びつつゆっくり選べるかなっていう感じで、ちょっと1頭ずつだと、ね、一気になくなっちゃったりするんで、まあ、だから4頭いるんで、はい、ね、ただオーシャンパーク24時間売り切れ事件があったので、はい、皆さんも焦ってるかもしれませんが、まあ、ゆっくり考えていただいて、はい、もうどれ買っても現時点での間違いではない、はないと思います、はいはい、どの馬も本当に自信を持って将来走るかどうかは分かんないです、はい、走ると思ってこっちも買ってるし、うん、持ってるん で、ね、はい、でただもう買い物としてはもうこれだけ、うん、頑張った場合はそうそういないだろうという自信はありますんで、うん、はい、まあ、皆さん気に入ったら500頭ぐらい見ましたかね、下見ね、まあ、見て、はい、で全部想定より安く買えてるんで、はい、よかったと思います、はいはい。